だから俺なんかはどっちかって言ったらさっきさ質問さ、うなちゃん、冷やし中華は？って聞いた人いるじゃん。俺はね、冷やし中華はほぼ食わない。冷やし中華は食わない。なあ、もうこんなのさ、冷やし中華始めましたとかさ、もうネットのお笑い話になってるだけだよ。あ、でもこの間テレビでやってたで、またテレビ話かよ。もう、冷やし中華は、外で食うもんじゃないって言って、冷凍食品のどこだっけ？お前ら知ってんだろ。もう超えてるって。冷食の冷やし中華が。やばいらしいよ、今。俺は一回も食ったことねえけど。冷凍食品、どこだったっけな、あれ。日清じゃねえな。味の素かな、どこだろうな。もうね、中華食堂とかあるじゃん。中華屋。の、冷やし中華は、これ裏話していい？夏場の時期になったら、冷やし中華は、茹で揚げじゃないからね。茹で置きだからね。注文入ったら氷で締めて一人前分ザッて入れるんだから。だから出てくるの早いだろ？なあ。そういや、そうだよなって。ラーメンより早いよな、冷やし中華頼んだ方がって。茹で置きだもん。あ、日冷のか。ああ。そうだろ？だって、出てくるスピードが同じ麺、もしね、一人前来て茹でるんだったら、むしろラーメンより時間かかるはずなんだよ。あれ、茹で置きだから。あとはもう、まあ、去年、一昨年、要するに、外食産業にコロナで行かなくなって、一番売れたのは、味の素の羽根付き餃子だな。ぶっちぎりだったな。なあ。ああ、そうそう、笑うちゃん。そうだよ。だって、北朝鮮脱北したやつが韓国来て、冷麺の店やったら、めちゃくちゃ億万長者じゃねえけど、ブレイクしたんだろ？もともと韓国がやってた冷麺の店なんか、うまくねえってなっちゃったんだから。本場違うわ、みたいな。だよな、確か。まあみんな、いや俺ほんと思うけど、冷食のクオリティがここまで上がっちゃうと、しかも値段だろ？ってなんね？いやまたるちゃんありがとう、ああ、決まった。山ちゃんありがとうございます。そうだね。なんでかな。
冷やし中華は俺あんまり行かないけど、冷麺は行くな。あとね、俺ね、ムカつくの。これだろ？ほら。これ。あるよ。うなちゃんおすすめのファミマのニンニクのお菓子、美味しいけど3袋食べよ。俺だろ？食いすぎなんだよ。ちゃんとすれや。あるよ、俺は家に。在庫は。ただ俺バカみたいにガリガリ食ってねえの。まだ袋開けてねえよ。何それ。え、ファミリーマートの、ね。こんがり焦げたカリッとニンニク揚げ。はい。はい。今からみんなファミリーマート行ってください。はい。また売り切れが始まるのかな？嫌だな。俺言うとさ、また売ってなかったよってなるんだから。めえらよ。やめねえよ。うまい？ねえ、三袋食ったやつがいるんだからまずいわけねえだろうよ。まずかったら一袋でやめとくか、半分で捨てるわ。なあ。翔太郎ちゃん、おいです。で、これもなかなかにいいところは、こう、袋の中入ってる時点で粉にしちゃって、パスタにぶっかけたりとか、アレンジが効くんだよ。例えば、カツオたたきとかに振って、うん。わかる？あ、なるほどね。おお、いいんじゃないみたいな。ああや。フェルさん、ありがとう、決まった。あら、で、これ、ジップロックがついてんだよ。だから、開けても、中しけんねえの。もう、ビーってやっとけ。うん。もとも、臭いんだよ。あのね、エミュー、臭くないニンニクを、なんで食べるの？そしたら、ジャガイモ食ってりゃよくね？まあ、じゃがいもかどうかわかんないけど。だから一度もジップロック使わねえで3袋食や。一気食いじゃねえか、それ。ファミマの和田のこだわりっていう梅味のせんべい、すごい美味しいよ。すみれちゃん？ああ。あのね。俺の中ではね、エビせん、どっかの誰かさんが、やったらハマってるんだけど、ね、配信中に年中バリバリ食ってっけど、うん。あれ、注意書き書かないのおかしいよ。腹壊すって。いや、腹壊すかどうかわかんないけど。うん。まあ、まるで食ったって、だから笑うが、3袋はダメだろって、1日1つぐらい、1袋ぐらいにしときなさいよっていう話よ。コンビニもな、戦ってるな。食い物の話はキリがねえな。ああ。
ニンニクは潰したりすったりしないといい効果成分が出ません。飲み込んでたら効果は薄いですよ。大丈夫だよ、口の中で噛んでんだから。しゅんちゅう、あれです。今日巣鴨でおでん食ったがしみしみで最高でした。夏おでんもいいよな。まあ俺がおでんの具で一番好きなのは結び白滝だけどね。うん、サトシありがとう、ハーフ決まった、あらーし、サトシありがとう。俺は白滝が好きなんだよな、なんでか知んねえけど。うん、まあみんなおでんの具材何好きか分かんねえけど、まあ牛すじとかあのタコとかまあいろいろあるけどよ。まあ大根はあのなんかストレートにそんなのは誰でも、まずは大根ありきからの俺はこれからの始まりじゃん。高円寺太郎お茶ねありがとう。佐渡ちゃんありがとう、ハーフ決まった、あら、車麩が好きです。大阪は車麩なんかないよ。あとあちくわぶもない。あとははんぺんもほとんどない。ああ。そうよ、エミュー。ない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 。はんぺんないよ。関西の人いる？大阪とか。はんぺんねえよな。生姜醤油で。生姜醤油。だ、味変するんだろ？だしじゃなくて。おもちゃなんかは。練り物だ、この辺だと宇和島のあの、あれだろ？やつだろ？関東でいうとこのつみれ。うん。静岡でいうとこの、なんだっけあれ。うん。で、宇和島もあるし。練り物系はね、あるっちゃあるよ。はんぺんは大阪ではあんまり見ねえで。うん。あとね、なんだろうな、何見ねえかな。まあちくわぶはないね。うん。おう、ないんだよ。万代ですら置いてませんでした。ああ、東大阪とかあっちの方？うん。だから、おすすめに佐野さんがいました。ともくん、今日の俺の放送？いねえべや。それ、俺のフォローしてるから見えただけじゃねえの。うん、ちくわぶってちくわじゃないんだよな。これはね、好き嫌いは分かれるんだよ。うん。鶏手羽も、どうなんだろうな。大阪で俺おでん屋行った時に鶏手羽なんてないな。ちくわぶを町で全国流通させてほしい。か
関西の人はあのネチャ感が好むかな。俺関東の人間だけどちくわがほぼいらねえって感じ。ああ、あや、やらかしくんいらっしゃい。うどん粉固めたようなもんだね。うん、ガンもあるよ。うん、ただ今後な、関東と関西で二大巨頭がいるんだよ。関東は西、西じゃなくて東は気分なの。種。関西はベッドラっていう子。もう真っ二つに分かれてるから。静岡おでんは俺は好きじゃねえな。あの、つゆなしのあの、だし粉とあの、青のり。あれは俺好きじゃねえ。うん。やっぱおでんはさ、だしありきだから。今回は宮城県民か。うん。ちくわぶ苦手です。ああ。好きな人は好きなんだろうけどな。食感も。俺はどうも苦手だな。うん。苦手っていうか、あえて食わねえな。あと何があるかな、おでんの具材で。なんか、ここでしか食えねえものとか。甘いおでんが好きか。甘いおでんはどこで出るのか、俺そんなのは食ったことない。あー、つぶ貝ね。うん。それだって東北方面だもん。うん。そうだろ？関西はないよ、つぶ貝は。うん。あいよ、エミちゃんいらっしゃい。つぶ貝はないね。いや、まあ、入れてるところもあるかもしんないけど、ほとんどない。あと何あるかな。まあ、でも今時期からだろ、おでんの話。過去の足と、ああ、ずり、わかるわかる。クジラね。コロだろ？ガーリック。クジラって言わないの。コロっていうの。関西はね。うん。牛すじ入ってます。うん。タコと、タコはほら、明石が近いし。うん。牛すじは、まあ、入るけどね。まあ、北の方に行けばあると思うよ。うん。昆布？サメの心臓も、俺、それは食ったことね。うん。うん。心臓は食ったことねえな。頭に入れとこう。いやいや、だから刺身で食べると最高かもしれない。おでんの具材の話だから、おでんの具材はな。そうそう、クジラのコロって言って、ベーコンと皮目の油のところを、うん。どんなっちゃう？なんで関東だけと関東にって言うんですか？今は、おでんって、
売ってる関西のおでん屋さん多いけど、はい、ともくんお茶店ありがとう。関東炊きっていうか、どっちも漢字同じなんだよ。どの町。関東にって書いて関東炊きっていうんだよ。うん。使う醤油の種類が違うんだよ。どっちも同じ。まあその前半の火にその炊きは使ってない。煮になって関東炊きって。うん。まあほぼ関東炊きだよ。うん。おでんの出汁割りで栄養かた。赤真似とか、千住とかあの辺で飲んでんじゃないよ。浅草とか。やめなさい。うん。クジラとサメは結構、でもさ、今度さ、大阪ってハリハリ鍋ってあるじゃん。クジラ文化はあるんだよ。あれはクジラの鍋だから。ハリハリ鍋って。うん。水菜と。うん。サメに関して言うと、やっぱりあれだな。仙台有名だもんな。石巻とかあっちの方はな。うん。